皆さんこんにちは長年にわたり高い人気を誇る昭和を代表する2枚目俳優の三浦智和さんさまざまな役柄を演じ分け今や日本を代表する俳優の一人として映画やドラマには欠かせない存在となっています現在はあまり見なくなったとの声もありますが2022年だけでも映画3本ドラマ1本に出演していますので現在も活躍されています 昭和からここまで俳優として現役な俳優は他にはいないのではないでしょうか2021年7月日本でも公開された中国映画「唐人街探偵東京ミッション」ではヤクザの組長役で出演されていましたこの映画が中国最速となる興行収入30億元突破記録を達成し全世界オープニング興行収入 歴代ナンバー1を樹立するなど数々の記録を塗り替える歴史的超ヒット作ですさらに2022年12月16日に公開予定の映画「稽古目を済ませて」にも出演されそしてこの映画が2022年2月に開催された第72回ベルリン国際映画祭エンカウンターズ部門に出品されています2022年1月28日に70歳を迎えた三浦智和さん 今回は三浦智和さんの生い立ちや妻の百恵さん二人の息子さん意外な素顔などさまざまな情報をご紹介していこうと思いますまずは三浦智和さんのプロフィールについて見ていきましょう本名三浦稔青年月日1952年1月28日2022年現在70歳身長 178cm 出身地 山山梨県遠山市、最終学歴、東京都立日野高等学校事務所テアトルド・ポッシュ三浦智和さんは1972年20歳の春テレビドラマ「シークレット舞台」で俳優デビューされましたその後も次々と仕事が舞い込むという幸運に恵まれます後に妻となる山口さんと共演した作品は次々とヒットしゴールデンコンビと呼ばれ 世間でも騒がれましたしかし2022年で俳優デビュー50年の三浦智和さんにも不遇の時代がありましたそんな不遇の時代を支え続けたのが妻でである山口桃江さんです三浦智和さんは都心と比べ緑も多く落ち着いており子育てにも適しているという理由から東京都国立市に美術館のような白い外装の豪邸を建てました34年ローンで建てていたそうです その不遇の時代、三浦智和さんは、当時は自宅の売却も考えいたそうです。その時、山口百恵さんに、10万円なら10万円の生活、1000円なら1000円の生活をするだけよ、という言葉をもらったと言われています。そんなセリフを言われた三浦智和さんは、もうやるしかない、大丈夫、後ろ盾には妻がいると、役者としてもう一度奮起したそうです。その後は、 1985年の「台風クラブ」や2009年の「沈まぬ太陽」など数多くの映画やテレビドラマに出演され幅広い演技が高く評価されていますそして妻の山口百恵さんとの絆はさらに強くなっていったそうです結婚してから一度も喧嘩をしたことはないと公言されている三浦夫妻は誰からも羨まれる夫婦です毎年 明治安田生命が実施している理想の有名人夫婦ランキングで15年連続偉業を獲得し2020年には殿堂入りを果たしています自宅の敷地内の別棟には三浦智和さんのご両親もお住まいになっていますご両親とも認知症などはありませんが90歳を超えていることもあり要介護1の状態です山口桃恵さんは主婦業と並行してデイサービスなども活用しながら 三浦友和さんの父母の身の回りのお世話を完璧にこなしているようです一般的には一人で介護を抱え込んで思い詰めてしまう人が多いと言われています山口百恵さんが介護に励めるのは三浦智和さんや親族の方たちが感謝の気持ちを日常的に伝えているからなのでしょう三浦智和さんは山口百恵さんへの気持ちを介護で自分の時間が削られるだけでもストレスになっているはずですから ここは愛称で、済ませずありがたく思っていると、言葉に出して伝えています。なるべく妻が楽に介護できるようにしたい。それが夫の務めです。下の世話が始まったら、施設に入れることも今から考えています。と言葉に出して感謝を伝えているというのは、これがいい夫婦の理想とも言えますね。そんなお二人が初めて出会ったのは、1974年、桜の名所として有名な、 東京都世田谷区の絹田公園で行われたグリコプリッツの CM 撮影ですこの時の山口百恵さんの三浦智和さんに対する第一印象は公園で練習している選手みたいという程度のものだったようです CM の共演もいくつかされていますセシルチョコの CM やスカイアイスなどの CM にも2人一緒に出ていますそしてその出会った年に山口百恵さんは伊豆の踊り子 で映画初主演を務めますその相手役には三浦智和さんが選ばれたのでした実は山口百恵さんの相手役は一般公募での募集だったそうですグリコの CM を見た西川克美監督が三浦智和さんを気に入りオーディションの最終選考の中に三浦智和さんの書類を入れたといわれていますそれほど初めて CM と共演された時から山口百恵さんと三浦智和さんは お似合いだったのでしょうね翌年の1975年当時16歳の山口百恵さんは映画「潮祭で再度三浦智一さんと共演されますこの映画の撮影の頃から単なる共演者としてではなく三浦智一さんを一人の男性として意識し始めていたそうです山口百恵さんは「自助伝青い時」の中で「いつの間にか私の目は」 彼をもうすでに彼を一人の威勢として意識していたことを明かしていますそしてその後も1975年「絶唱」1976年「風立ちぬ俊金賞」1975年1980年「赤いシリーズで」で三浦智和さんと何度も共演が続きます彼の胸に顔を埋めるシーンで厚手のセーターを通して 私の耳に響いてくる彼の鼓動を聞きながら、この鼓動を特別の意識を持って聞くことのできる女性に私がなれたらと思ったと、山口百恵さんの三浦友和さんへの思いはますます強くなっていったようです。山口百恵さんの思いが通じたのか、1976年当時、17歳の山口百恵さんは三浦友和さんから電話番号を書いた紙を渡されます。 ただ山口桃恵さんはなかなか電話することができませんでした。その半年後、ようやく電話することができたそうです。そして山口桃恵さんが18歳になったばかりの頃、二人は交際に発展しました。ゴールデンコンビと呼ばれていたお二人は、本当のカップルになったのです。こんなに共演していても、現場では役者としてお互い本当の気持ちは隠していたのですね。 1979年10月20日山口百恵さんはスクープされた翌日の大阪厚生年金会館のリサイタルで「最近週刊誌などで騒がれていますが」と三浦智和さんとの恋人宣言をされました翌年の1980年3月7日には婚約と芸能界引退を発表しました最後ステージではマイクをステージの上に置いたシーンは有名ですねその後 1980年11月19日に結婚式を挙げられました1984年4月に第一子の三浦雄太郎さん1985年11月に第二子の三浦孝弘さんを出産し主婦業と子育てに専念されます山口百恵さんが長男の幼稚園の通園のために自動車教習所に通い始めるとマスコミは教習所の周りを取り囲んでしまいます そこで三浦智和さんが人権擁護局に助けを求め、同局の注意喚起によりマスコミは来なくなりましたが、長男の入園式の時に、再び自宅や幼稚園を取り囲まれてしまいました。さらに、強引にレンズを向けられ、怯えている長男の姿を見た山口百恵さんは激怒し、車を降りてカメラマンを平手打ちしたといわれています。後に三浦智一さんは、 プライバシーが脅かされる生活について私はこれ以上芸能界にいたことを後悔したくないと山口百恵さんが漏らしていたことを明かしています芸能活動をしていた以上ある程度のマスコミからの追及は仕方がないことなのですが山口百恵さんはお子さんたちには決して辛い思いをさせたくないという思いが強く何より愛人の子として育ってきた山口百恵さんご自身が人一倍 温かい家庭に対し憧れがあるようでしたこれほどに山口百恵さんがマスコミによる家庭生活への介入を嫌がるのはご自身が幼い頃辛い家庭環境で育ったことが大きく影響しているようですデビュー当時山口百恵さんのご家庭は母子家庭で母親と妹の3人暮らしと言われていました相当困窮した生活を送っていたようで 山口百恵さんも小学生の頃から新聞配達のアルバイトをしたり生活保護を受けながら生活していたと言われていますしかし実は山口百恵さんの母親と父親は愛人関係で父親は本妻と本妻の子供と暮らしていましたこのことを山口百恵さんはデビューをした後に週刊誌で報じられたことがきっかけだったそうです山口百恵さんの母親が身ごもった際には 責任を持ってきちんとしますと宣言したにもかかわらず本妻と離婚することはなく経済的な援助もいっていませんそのため母子家庭のような家庭で育っています山口百恵さんが芸能人となり成功を収めると実の父親としての立場を悪用し事務所からお金を借りたり山口百恵さん自身にも金を無心したと言われていますさらに山口百恵さんが有名人になった途端に 親権を主張し裁判まで起こしているので幸せな家庭を作りたいという思いは人一,一倍だったかと思いますその父親がずっと迷惑をかけてきておりお金をせびってきたそうですそれまでに稼いだ金銭を父親に渡して親子の縁を切ったそうです三浦智和さんと山口百恵さんの間には二人のお子さんがいらっしゃいます長男三浦雄太郎さんはシンガーソングライターとして活躍しています シングル「旅立ち」など数々の楽曲をリリースしていますまたバラエティ番組や CM などでも活躍されています次男の三浦貴弘さんは俳優として活躍しています映画「永遠の霊」や「高嶺の花」など数々の映画やドラマに出演しています長男の三浦祐太郎さんは2018年11月放送の「桜井」 有吉座野会に出演した際、三浦友和さんはお笑いが好きなようで、僕が実家に帰ったりすると、第一声、この前の M-1 見たかって、そのぐらい好きですね、と明かしています。三浦友和さんは、夫婦生活の幸せの秘訣があるとすれば、半分は自分のために、もう半分は身近な人のために生きることなのではないかと話していたこともあります。 長期にわたり円満な家庭生活を送られており、数多くの作品で唯一無二の存在感を放つ三浦友和さん。これからの活躍も楽しみですね。今回は三浦友和さんについてご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントも残していただけると嬉しいです。